デルマ・ゴンサルベスは、ブラジル出身の元女子サッカー選手である。ニックネームは、プレッタ・プレチーニャ。現役時代のポジションはフォワード。CR バスコダガマの女子チームや、ワシントンフリーダムでのプレー経験がある。1991年からブラジル代表に選出され、フィファ女子、ワールドカップ、オリンピックともすべての大会に出場。特にオリンピックでは、 アトランタ大会で4ゴールを挙げて、他の2選手と共に、最多得点を記録し、アテネ大会でも3ゴールを記録。また W 杯では、第2回大会で1得点、第3回大会で3得点、第5回大会では1得点を挙げて、準優勝に貢献した。イナックには2005年開幕直後に、3のゼサイバーレイズから入団し、第3節、大原学園。 ジャスロ女子サッカークラブ戦で初出場。15試合に出場し20得点を挙げて主力 FW として活躍。なでしこリーグ参入1年目のチームのディビジョンに優勝と翌年のディビジョン1昇格に貢献した。2009年からは韓国に新たに創設された女子サッカーリーグ WK リーグの蚊帳大協ヌンノピでプレーした。ありがとうございます。